皆さんこんにちは。私はエラです。オランダ人です。もしこれが初めて見る私のビデオだったら、私のチャンネルようこそようこそ。私は1年半ぐらい東京に住んで日本語を勉強しましたから、ちょっと日本語が話せますが、まだ上手ではありません。だから日本語上手になるために日本語で話すビデオを作っています。頑張りますから、よかったらチャンネル登録してください。私の家族は音楽家がたくさんいます。父も母もミュージシャンです。私は大学の専攻は都市計画ですが、ティーネイジャーの時は絵を描くのが好きでした。ピアノとバイオリンも弾きました。それはもうやめましたが、芸術を見るのとか音楽を聴くとか好きです。東京には芸術館、美術館とかファッションや音楽のイベントがたくさんあるけど、東京にいた時連れていてくれる友達がいなくて、一人でも行きたくなくて、あまり行けませんでした。ですから今度東京にいた時もっと行きたいです。それでこのビデオは、私が好きな日本人の芸術家の3人について話したいと思います。最初は草間彌生です。草間彌生は有名な画家なので、みんなはきっと知っているでしょうか。私が初めて草間彌生の絵を気になったのは、2018年にシンガポールで Heart of the Rain という美術展が開催された時です。この前は草間彌生の絵を見たことがあったはずですけど、あまり気づきませんでした。その美術展はシンガポールでとても人気がありました。美術館の周りに人がいっぱい集まっていました。その日は美術展の最終日に、最後のチケットを手に入れました。3時間ぐらいまたあと、ついに美術館に入れました。草間彌生の有名な、芸術作品がたくさん展示されていて驚きました。それからどこで見ても草間さんの芸術作品のは、美しくて素晴らしいと思ったけど、草間さんの性格と人生をした時もっと好きになりました。去年の12月に渋谷で新しいパルコが新しくなりました。皆さん知ってますか？私は新しい渋谷のパルコが好きで、よく行きました。新しいパルコの最上階にある映画館で草間彌生についてのドキュメンタリーを見ました。それを見ると、草間さんが
海外で女性の日本人にとしてたくさん差別を直面しました。うん、それは分かりました。それに彼女も精神疾患を持っていることも分かりました。それから私は彼女を尊敬しました。しばらく前、渋谷のロフトで草間彌生のデザインのカバンを見ました。私は素敵だなと思いましたけど、友達に見せたらみんなは見にくいと思って買いませんでした。どうでしょうか。皆さんは草間彌生が好きですか。次の私が好きな日本人の芸術家は伊藤潤二です。伊藤潤二はホラー漫画家です。伊藤潤二の漫画が世界中有名なので見直してますか。私が伊藤潤二の漫画初めて見たのは高校生の時だと思います。その時は Reddit でアミガラダンソンの会という漫画が投稿されて多くの人が好きになりました。デレットはアメリカの2チャンネルみたいな掲示板です。英語を使う人はよく見てます。デレットを見たことある人いますか。で、高校生の時私はホラーが好きでした。伊藤潤二の漫画は初めてホラー漫画を読んだ経験だと思います。伊藤潤二の漫画のテーマはとても独創的で面白いと思います。それからもういくつかの伊藤潤二の漫画を読みました。時々読んだ後、悪夢を見たこともありました。私が特に彼のストーリーを好きな理由は誰かがメインキャラクターが悪いことをしてから、罰せられる悪いことが起こるというわけじゃないことです。メインキャラは普通の人、それで共感できます。去年渋谷のアートギャラリーの伊藤潤二店にいて、それでこの渦巻きという T シャツを買いました。渦巻きは人が渦巻きの不思議な力で死ぬ街という物語です。とても気味悪いです。ですが伊藤潤二そのインタビューを見て彼は優しくて面白い人のようだと思いました。どういうわけか怖い漫画を描いてても性格は優しいです。優しいお父さんのように見えるということです。夢や子供の時に会ったことからもインスピレーションができます。伊藤潤二さんが何がどんなことが怖いかについて話しているを見ると伊藤潤二の性格や漫画が好きになりました。3人目の私が好きな日本人の芸術家は青木美沙子さんです。青木美坂さんは今までの2人の画家や漫画家ではなくてモデルさんです。前のビデオで
私がティネイジャーの時にロリータファッションの洋服を着てたことを言いました。その時はファッションで一番のインスピレーションは青木美沙子さんでした。彼女は、最も有名なロリータファッションのモデルさんの一人でした。よくケラという雑誌を見ました。青木美沙子さんはよく私が大好きなベイビーセスターズサインブライトというブランドをよく着てます。とても可愛いと思いました。青木美沙子さんは世界中ロリータファッションを積極的に広めてくれました。ファッションデザインはしてないから本当の芸術家ではないと思う人もいるかもしれないけど、青木美沙子さんはいなかったらロリータファッションは世界中こんなに、知られなかったはずです。そして公式に可愛い大使に任命されてました。可愛い大使として世界中のロリータイベントにいてます。青木美沙子さんは看護師さんとしても働いてます。私は日本の病院で2週間病気で入院してました。その時は日本の看護師さんはいつも私に親切にしてくれました。ですから美沙子青木さんは看護師のをして感動しました。モデルと看護師は面白い組み合わせだと思います。好きな服を着るのが恥ずかしくないです。そして年を取るまで可愛い服を着るつもりだと言いました。何歳になっても好きな服を着るのがとてもいいことだと思います。では今日はこれで終わりましょう。今日も見てくれてありがとうございます。日本語で話すビデオを作るチャレンジはとてもいい勉強だと思います。いつもみんなのコメントを見るととても嬉しくなりますから、よかったらコメントといいねをしてください。とよかったら YouTube チャンネル登録してください。みんなはインスタグラムやってますか？よかったらインスタグラムもフォローしてください。下にリンクを載せます。今日もありがとう。またねー。